よし、やっとできますどうも、シンビスト石田孝です今日は2月のシンビジウムの管理についてちょっと遅くなってしまったんですけどもお話ししていきたいと思います2月ねすごく大切な時期園芸シンビジウムにとってとっても大切な時期になりますのでぜひ最後までお話し聞いていただけると嬉しいです 2月ですね、えー、まず1月暦の上で最も寒い時期と言われています、えー、そんなね大寒なんて言われる時期を過ぎてですねそして2月初めに大体立春っていうものがありますよねその立春を過ぎていくとだんだんと日が長くなっていくわけですよねそしてだんだんと日の強さもね強くなっていきますし、まあ、寒さの度合いなんかもねだんだん柔らかくなっていくようなそんな、えー、イメージが あると思いますそしてまあ今年なんかはちょっと暖冬とも言われていますしそして確実にね、えー、ここ数日でも日が長くなっているような感じを、えー、ひしひしと感じる日々を過ごしています、えー、そんな中ですね、えー、とシンビジウムたち、えー、どんな感じで今いるかというとちょうどちょっとこう何て言うかな迷っている惑,惑っているというか、えー、まあその 空気の変化をね、植物たちは敏感に感にじていきます。で、そうしていくとあいいのかな今から動いちゃっていいのかな成長しちゃっていいのかなってこううずうずしてるしてるような感じかなそううずうずしてるがすごいなんかしっくりくる気がするそんな感じのタイミングでなので そうですね、えー、っとちょっとこう軒下とか、まあ、もしくは、えー、家の中とかで、えー、うまく温度とか光当てたり、えー、そういった形でこう育ててるような子たちなんかを観察してたりすると、まあ、私たちなんかは一層ねハウスの中とかで、えーまあ、いろんなハウスの状況をこう見ているわけなんですけども大寒、まあ、過ぎてくるとこうね見てると始まって もうハウスの中だったらもうてきめんですもう始まったよねって感じもう成,長成長スイッチがもう入ってるよねって感じがするハウスがたくさんありますそして、まあえー、と家の中とかでもですねちょっと保,保温しながらもしくは歩行しながら育ててるようなケースでしたらそれもまたやっぱりこう動きをね感じるような動き、まあ、ってどんな感じかっていうと葉っぱの伸びであったりとか ま、伸びていのは葉っぱがぐっとこう伸びてきたりあとちょっとこう傘が上がってくるんですよね盛り上がってくるような感じがしますそういうなんかねボリューム感が明らかにこう明らかにって言っても、まあ、実は些細な変化かもしれませんけどでもなんかぐっとこうボリューム出てきたなって感じがするんですよ、えー、っとそういうふうなタイミングまあえー、っと タフに育ててるような子たちだったらまだそこでは劇的な変化は見せませんけど、まあ、ここから随時見えてくる感じだと思います、まあ、そんな感じですのでそういったタイミングこれってある意味のシンビジウムにとっての園芸の始まりのタイミングとも言えますなのでこういったタイミングでどういった管理をしていくかについてお話をしていきますねまず 生育だけじゃないですねもう一個大事なお話があって、えー、家庭では、えー、家庭で育ててるシンビジウムの場合例えばうまくお花つきました花芽つきましたっていう方なんかはですね、えー、こっからこの空気の変化によってだんだんとだんだんとこうやって花芽こういった花芽これこれ芽ね。 これ目ね、花芽のものからだんだんとこう伸びるぞーってこう始まってきてでこうやって頭が見えてきてこうだんだんと伸びていくそんな景色が家庭で今から見えてきます。でこういった、えー、と花芽を持っている花を持っている子たちっていうのはこのタイミングねこのタイミングがすごくこうお水そして光 そんなエネルギーご飯を欲しがるタイミングですので、まあ、こういったところでですね、まあ、日,日当たりのいいところなんかでしっかりと1週間に2回ぐらいとかねたっぷりお水吸わせながら、えー、花を伸ばしてあげてくださいそして、えー、花を咲かせてあげてください、まあ、またもう咲いてるよとか、えー、っと今もうちょっとで咲きそうだよっていう方なんかね、えー、そんんなな方なんかは今まで 動画でも出していますけど花を長持ちさせる方法とかまた咲かせる方法とかそういった感じの花の楽しみ方というものが今までご紹介してきていますので、まあ、その辺をまた参考にしていただけたらいいかなと思います、まあ、この辺のタイミングはねすごいこう劇的な変化のタイミングなのでここでのお水やりとか、えー、ポイントに注意して、えー、管理をしてあげるといいかなと思いますここで、えー とものすごく水を少なくやってし管理をしてしまうと茎があんまり伸びなかったりとかしてしまいますもしくはねそこで何て言うかな極端にいきなりすごい強い日当たりのところでお水も少なめにでチリチリにさせてしまうとかだったらこのつぼみのまま今度ねえっと とぼれてしまう、えー、枯れてしまうみたいな感じのケースもありますので、まあえー、置き場所なんかを動かす際はですねい,いきなりものすごい変化をするんじゃなくてちょっとずつ、えー、環境の変化をなじましていけるような感じの意識を持って動かしてあげてくださいここがね一番、まあ、ワクワクするタイミングなんでいろいろ試行錯誤していただければいいかなと思います。でこんな えー、花付きのものっていうのはそういったところで花のつどつどの、えー、楽しみをしてくださいもうここが一番なんだろうなせっかく花来たのにうまく咲かなかったっていうと悲しいポイントになっちゃうのでう,うまくねここから花を咲かせられるように、えー、日の、えー、日の当て方、えー、お水のかけ方そういったものを意識してやってあげるといいかなと思いますそして、えー、花がない子たちですね、えーまあ、すでに花、えーか 年末にお花買われてお花が終わってそれこそ来年に向かってスタートしてるそんな株たちとか、えーとまあ、もしくはえこずっと育てられてきて今年は花咲かなかったけど来年は咲かせたいなって思ってる株とかですね、まあ、そういった株え株だけの状態のものですねこういったものは今からこう育てていかなければいけないわけですけどもこの今ぐらいの時期 から植物たちっていうのはこう動こうかなどうしようかなってそのうずうずしてるっていうお話をしましたでここからですねここから夏暑さのピークを迎える前までそこまでっていうのがシンビジウムにとってとっても大切な成長期一番大切な成長期になります言えばここの成長期という期間の間にどれだけ どれだけこの、えー、その年、えー、その時にできた新芽っていうのを大きく成長させてそしてこれがだんだんと伸びていって葉っぱを展開していくとで養分が溜まってくるとこのバルブっていう茎のね、えー、肥大したものこれを作ってきます。ここれれをど,どれだけこの成長期間中に バルブというものを作り上げてそして、えー、膨らましてあげれるかえこれがすごいポイントになってくるわけですなのでこのその成長させるっていうのをどうやるかっていうと、まあ、それについてはしっかりとやはり、えー、と温度そして肥料っていうのもポイ,、えー、ポイントになってきますあとプラスでいうともちろん光ですね、えー、これが大切になってくるわけなんですが、えー、この肥料のポイントなんですけども うんと今,今は、えー、動こうかなどうしようかなって思ってるものの方が多いと思います、えーっとまあ、場合によりますね、えー、屋内家の中で育ててらっしゃる方、えー、温度があって光も間で当てながらしっかりと成長させているような子たちっていうのはそれはもう今すぐでもしっかり肥料を利かしていって大丈夫なステージになっています うちなんかでも、えー、ハウスの中であればもうどんどんと比料、えー、を上げて成長させ始めてる状態です。でそれが今度屋外とか、えー、軒下ですとか、まあ、そういった屋外で育てられてる方、ね、そういった方だったら今うずうずしてる感じ動こうかなどうしようかなちょっと寒さ戻ってきたら。 あの傷んじゃうしなって、まあ、そんな精神は植物にあるかどうかちょっとは、えー、計り知れないんですけどもまあ、そこでちょっと惑ってる感じの状態っていうの、えー、場合でしたらまあそうだなそれでも肥料分っていうのは今から与えていっていいタイミングにぼちぼちになっていくと思います。結構欲しがってきてる、えー 子もいいると思いますので今からですね肥料やりっていうのを考えていってあげたらいいんじゃないかなと思います。で特に肥料っていうのはいろんな種類があるわけなんですけども有機質の肥料ぼかしみたいなタイプの肥料もそうですそういった有機系の肥料とかであればそういうのってこうスッとこう効いていくので、まあ、そういうのはちょっとこう。 置いて、ですぐ効いちゃうから、ちょっと早すぎるかなっていう感じはします。で、えっ、ー、と最近よくある緩控性の化成肥料みたいな、えー、ゆっくり効きますよ。年に、えー、年に一回でいいですよ。半年に一回でいいですよみたいな肥料が、えー、今結構出ています。 そういったタイプの肥料は実際にこう置いて水を与えてから実際にこう植物体に効果が出始めるまでには割と肥料の種類とかその保存の仕方にもよるんですけどもそれでも効き始めるピークというかそこのぐっと効果が出始めるよっていうところまでに1週間から2週間ぐらいのタイムラグが。 あるんですねなので、まあ、そうすると、まあ、今,今すぐ例えば、えー、と観光性の肥料を与えたとしてもこれが肥料がぐっと効き始めるのっていうのは1週間2週間後ぐらいになってきますので割にこうゆっくりと効、えー、き始めていきますから、えー、観光性の肥料とかであれば、まあ、今すぐに、えー、ちょっと、えー、パラパラっと置いてあげることはいいんじゃないかなと思います。 えー、有機系の肥料とかねそういう、まあ、すぐに効くというタイプであれば、まあ、もう少しもう少し待ってこう2月の下旬終わりぐらいから置いていくといいんじゃないかなと思いますで肥料を置き始めると今度管理が、えー、より変わってきますので肥料を置くようになってきたら今度はお水の量っていうのを、えー、と並行して増やしていってあげるようなイメージを是非持ってあげてください 肥料,を肥料だけあげるんだけどもお,、まあ、お水は寒い時の感じでめったにあげませんとか、えー、とそ,ういそういった管理だとちょっと矛盾してくるんですよね、えー、と肥料が濃くなりすぎちゃってそれが、えー、痛みに、えー、変わってしまったりとかしますので,で肥料をあげるのであればそれに乗じてお水の量も増やしていくそんなイメージを持ってあげてくださいトップにね、えー、こ,ここまでまであ 今まで心理大学を見てきてくださった方とかまあ、えー、まあ何てうかな経験値の高い方とかそういった方々はやはりこの冬の寒い間ってかなり肥料を切ってあまり効かさずに、えー、来たと思いますでこうやって肥料を効かさずにうーんと比較的お腹が空いてる状態でいるような、えー、株の状態の時ですねこういう時にその、えー、まあ最初の 成長期にに入りますすよって時に肥料をあげるじゃないですかそうする時、えー、っときに久しぶりのご飯で、えー、それをこう食べた時に、えーび,っえー、っとびっくりしてしまうというかまあんだろう久しぶりのご飯で慌ててかき込んで蒸せちゃうみたいな、まあ、この例えが正しいかどうかちょっと分かんないんですけど、まあ、そんな感じであの久しぶりの肥料をあげてでその後ちょっとこのお水やりとかの具合が。 足らななかかっった時なんにには、ちょっとすぐに、えー、と肥,料肥料焼けというか、えー、と根が傷んでしまってまだそんなに温度もね言うほど、えー、と言うほど抜群の成長、えー、と成長具合になるほどの温度の状態ではないのが、まあ、基本的な天気だと思いますので、まあ、そういった環境の方であれば肥料を置いてで、まあ、そんなにまだ。 えっと、根の、えっと、活性が高まってない時に、えっと、肥料が濃いめに根先に行ってしまうとそれはもうすぐに根先がこう傷んでしまう失活してしまうみたいな、えー、ケースになりますそうするとねこの、えっと、葉先がちょっとこう黒くなってあのもう根が傷んでますよっていうサインが出たりしますので、まあ、そういったことを考えたら久しぶりの肥料ですしまだまだ、えっと、今,今からね 温度が上がっていくっていうステップの段階の気候ですから、まあそういったところではそれこそお水の加減でこう肥料の濃度を高ま高まらないようにしてあげる、そんなポイントが大事なんじゃないかなと思います。まだんだん暖かくなってきますのでね、えっと気候も天気も見ながらですけどお水のやり方もだんだんやりやすく。 なってきます、まあ、やりやすくなってくるというのはまあ比較的乾きやすくなってくるのでそういった意味で上げやすすくくなってくるっていう意味です、まあ、そういう風になってきますので、えー、っと肥料もだんだん上げていけるし肥料を上げるのであれば、えー、お水やりというのもちょっとずつ増やしていきましょうそんなイメージだといいと思います基本的にお水やりは、まあ、いつ今までと変わらずというか普段と変わらず乾いたらたっぷりとここは基本中の基本だと思います なんですけど、まあ、乾いたらたっぷりとですけどだんだんと根の勢いとか、えー、っと乾きの速度とかが上がってきますのでその辺の変化が、ねえー、っと出てくる時期ですからそれを見ながらぜひ、ねえー、お水やりの方をしてあげるといいんじゃないかなと思います。 そして、まあ、成長がだんだん始まっていく時期ですので、かげめなところに置いて、ね、寒い冬をぐっとこら、えー、えて、えー、っと過ごしてきた、そんな管理をされている方なんかもだ,だんだんと、ね、ちょっとこう柔らかい日が当たるとか、えー、優しい日が当たる、そ,そ,う,そういった感じで、えーっと、日がだんだんともらえるような環境に移していってあげるといいんじゃないかなと思います。でそこでこでう だだんだんんを当ててっていいいっあげるとといいじゃないかなかまだ日、えー、の強さ自身もそんなに強くないから、まあ、そういった意味では、えー、ポジティブにというか、えー、積極的に日を当てようとすること悪くはないんですただここでちょっと注意をしてほしいなと思うのはさっきの、えー、久しぶりの肥料の話もそうなんですけども、えー、それまでえー、っと 冬場寒い時にぐっと暗いところでこらえてきたような株っていうのを例えばいきなり日当たりのバーンっていいところに、えー、っと移してしまうとそれはそれでこういきなりでびっくりしてしまってっこういった環境でも早、ね、けって,起こし,てし起こしたりするんですよ。割とこのの、えー、寒さ明けの、えー、暖かくなっっってててききたたスイイッチ入ってきたぞっていうタイミングで 意外と油断して、えー、っと葉っぱを焼いちゃうなんていうことってね割とあるんですよねこれって環境の変化もそうですし、まあえー、植,物植物の体の中葉っぱの中での養分の蓄積の具合なんかもそうなんですその辺の具合でちょっとまだ体作りができてない状態で、えー、強,め強めの光うんとその子にとっての強すぎる光を 浴びちゃうと今度焼けちゃうみたいなケースもありますので、まあ、その辺ちょっと注意をして、えー、かなり陰めなところで育ててきたのであれば、まあ、ほ,ほんの少し柔らかく日が当たる場所に動かしてあげるとか朝ちょっとの時間だけは日をもらえる場所に置いてあげるとかそんな感じの、えー、っとケアをしてあげるといいと思います。 まあ、冬の間もですねしっかりと、えー、なんだろうな室内で歩行しながら、えー、しっかりと光も当てて育ててきたみたいな感じの管理をされている株とかでしたらそれはもう光慣れしている体調になってますから、まあ、そのままのサイクルで光も当てていただいてしっかりと肥料を、ね、与えて成長させていってあげるみたいな感じでもいいと思いますそういうのはまあケースバイケースで考えていってあげたらいいんじゃないかなと思います。 とにかく、えー、肥料にしても、えー、光にしても、えーえー、まあ何というかなこの2月っていうのはその植物の管理の、えー、転換点というかね、えーまあ、ある意味の園芸,園芸スタート、えー、の何ていうかなのろしが上がるタイミングというか回りくどいかな。 <laughs> 園芸スタートのタイミングっていうとちょっと早いかもしれないんですよ正確には3月がやっぱり園芸スタートっていうタイミングかなとは思うんですけどでもっと正直だんだんとこう年々ねあったかくなってきてる感じはありますしでまあ家の環境とか諸々の環境含めてでまあ 意外とねこの2月がまあもうほぼほぼ演芸の始まる演芸スタートのタイミングチンビジウムに関してなんかで言えば特にで、ね、こういろいろとできるなーっていうタイミングになるんですけどもまあ,あの場合によってでちょっと早すぎるということもあるのでそういうなんか演芸スタートののろしが上がるなんていう表現を今したんですけどもまあでも。 あの変化のタイミングなどでそろそろねこうやってこう演芸やりましょうという空気になってくるタイミングなのでまあその辺の意識を持ってね、えー、いろいろとやってみようかなっていうのをこう考えて行っていただければいいんじゃないかなと思います花は花でえー、っとこう伸び伸び始めたもの動き始めたものをこううまく管理していくまあ、そういうところがポイントに。 なってきますし葉っぱは葉っぱで今度成長の動きが始ままっってきます、えー、と葉っぱが大きくなるっていうのもありますし新芽がねここからね、えー、と吹いてなかった新芽が出てなかった子たちが今度新芽を出して始めるそんなタイミングでもありますなのでこの新芽が出し始めるときこういうときにしっかりと光が当たってるとその芽っていうのはねすごく強い芽が出てきますので、まあ、そういった意味ではこのタイミング でちょっとずつこう肥料を与えて体を作ってあげてでそうすることでちょっとこう光を当てても大丈夫な体質にしてあげるそん,なそんな体作りとしても、ね、非常に大事なポイントなので、えーっとまあ、それこそ肥料やりに関しても最初、えー、いきなり置き声をするのではなくて例え,ば例えばですよ例えばいきなり1発目に置き声をするのではなくて最初まずは。えー 液肥の陽面散布えこ,こっちをこう1回2回与えてそれでこ,うこの体にねまず栄養分を入れてちょっとこうご飯食べる練習え軽い軽い食事軽食からまず慣れていってで本番の食事が入ってくるみたいな食べれるみたいな感じになってきたらあのよりこうスッとね養分を吸っていけるような感じになってくるんじゃないかなと思います。 工夫はねたくさんできるタイミングなのでぜひぜひもうもうこ,ここからいよいよねもう言ってる間にどんどんこうあのいろんなことが触れるタイミングになってきますから、えー、まあその辺をまた適宜ですねいろんなタイミングでご紹介していけたらいいかなと思います。まあえー、ここんんんな感じでだんだん、だだとう、日があ 長くなってきてき、えー、いろんなことができるタイミングに、えー、なってきますので、まあ、そういったところでは肥料を上げますお水を増やします、えー、例えば植え替えをします、えー、そして、えー、上級者というかね、えー、もっと長年お持ちの方だったら株分け挑戦してみますとか、えー、そういったところのステージになってくるとまた、えー、次の。 園芸の作業になってきますのでまあ、そういったところがまた3月にね向かって動いていくタイミングになると思いますまあ、まずはこの2月のタイミングっていうのはだんだんとこの変化していくタイミングなのでまずはお水をだんだんと増やしていきましょうそして肥料をだんだんとねえっと始めていきましょうと。まあそれに合わせて置き場所を考えてちょっとずつね光を え浴びれるような環境に、えー、と移していくっていうことも、えー、意識して、えー、意識されるといいんじゃないかなと思いますもちろんね、えー、と置き場所を動かせなくって、えー、そんな日当たり条件変えられないっていう方はそれはそれでもちろん構いませんその中で、えー、植物っていうのは、えー、体をね体作りのリズムを作って調整していきますから、まあ、その辺は植物のから、えー、力を信じて育てていってあげたらいいんじゃないかなと思います まあとにかく2月っていうのはねその園芸としても非常に大きなタイミング動き出すタイミングうずうずするタイミングですのでまあこのタイミング、えー、逃さずいろんなことしていただきたいですし、えー、このタイミングねなんかねいろんな変化が起きます、えー、と葉っぱのその変化とかねまあそれこそ花なんかは躍動感があるから分かりやすいですけど本当にいろんな変化が起きますから観察がある意味で楽しい時期 新芽なんかかも吹き始めますからね、このタイミングはね観察しがいのある時期なのでそういう日々の観察自,身自体をですね皆さん楽しんでいただけたら嬉しいと思っておりますこ、まあ、んな感じでこの大事な2月栽培を楽しんでこれからもこれからもというかいよいよこれからの園芸新美楽しんで一緒に楽しんでいけたら嬉しいと思っております そんな感じかな、えー、と今日はこんな感じで、えー、終わりにしたいと思います今日の動画が良かったと思ってくださる方は高評価、えー、そしてコメントもぜひですねいただけると嬉しいです、えー、2月の栽培のポイントについての質問なんかでも構いませんのでぜひぜひよろしくお願いいたします、えー、そして、えー、チャンネル登録、えー、皆さんのおかげで1500人まで来ましたありがとうございます、えー、この調子で,ですね、えー、と地道に、えー 一歩一歩進んでいいきたいと思います、えー、ちゃチャンネル登録も増えていただく、増えてくれると嬉しいので、えー、ぜひですね、チャンネル登録、まだの方、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた。